せよボルト。そんなにヤバいのか。ああヤバい、ヤバいったらヤバい。何をもたもたしてたんだおかげ殿。もう時間がないってのに。明日か。急げよ、入学式に間に合わねえぞ。これはまた徹夜か。なんとか間に合ったな。限定青唐辛子バーガー。まさか今日までだったとは。なんで俺が付き合わなきゃなんねえんだか。食わねえのか。食うよ。なんだこりゃ。ありえねえ、お前には呆れるよ。しかしこの雷車ってのは楽でいいな。これがあったら自分で歩かなくていいんだもんな。木の葉の里も近代化していくんだと。ああ。なのに俺らは明日から古臭い忍者アカデミーに通うという。おっ、明日からか。お前な、準備とかいろいろあるんだぞ。はあ。親父さんから聞いてないのかよ。まあな。モルト、あんま親父さんの顔に泥を塗るような真似すんなよ。きっと俺にも迷惑がかかる。んだと。お前の母ちゃんにも言われてんだよ。くれぐれも息子をよろしくってな。母ちゃんに。ま、来社と一緒だ。はあ。レールさえ外れなきゃ目的地まで楽々だ。乗れるうちは乗ってりゃいいんだよ。何の話だ。おとなしくしとけって話だよ。じゃあな、初日から遅刻すんなよ。うるせえ。父ちゃんなんか関係ねえ。いつかかましてやっからな。てめえどこのガキだ。危ねえだろ。あ、悪い悪い。よっ、おどっと。